わちゃわちゃホロスターズ。さあ今日も始まりました、わちゃわちゃホロスターズ。はい、本日 MC をさせていただきますホロスターズ2期生岸戸天馬です。そして今日もホロスターズからいろんなメンバーが集まっていますよ。じゃあまずは支援。はい、お前たち任務開始だ。ホロスターズ3期生、獣人の国からやってきたマフィアのボスこと影山支援だ。よろしくな。はい、お願いします。そしてはい、ホロスターズ2期生夕刻ロベルです。本日よろしくお願いします。はい、お願いしまーす。はい、この番組はいろんな企画に挑戦しながらホロスターズの新たな魅力を多くの人たちに伝えていこうという番組です。おー、うん、いいですね。これワチャスタではこの組み合わせは初めてだね。初めてこれ天馬と始めましたよね、ワチャスタ。嘘。そうそ う, そうロベルと僕、うん、そうそう初めてだね。まだなかった気がする。うん、じゃその間に俺挟まれてるってちょっとなんか二期生サンドイッチ。ああ、やばい。ちょっとお手ほどきよろしくお願いします。そんなそんな俺ら厳しいイメージないでしょ。そうです、一番丸いでしょ、僕たち二人が。そうやで、本当にやってんだから俺ら。でさあ、まあ今日なんだけど、はい、これ背景がさ、あ、新しいでしょ。これ二人とも知らないんじゃないの。お、そうやね、これ初めて見ました。そうだよね、支援とロベルは初めてだよね。うん、これちょっと見てみるとさ、はい、テンマさんこれ何知ってるんですか。僕はもうあの やったことあるから、この、ね、新しいね新背景でやったことあるから。はい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 、これそれぞれさメンバーのさ、はいはい、あれがあるんだよ、アイテムが。僕はね、はいはい、僕の剣が天剣夜空の剣があるんだけど、俺のこの左側にバーセットがあるね、ロベルは。そうだね、俺にはバーセットがあるね。あ、その剣の横にね。そう、2期生は2期生で固まってるんじゃ、ここ多分。え、で、その右、俺のコートか、あれ。だろうね。いや、こんな重ね着用意されてる。すごいな、まあ、アルさんもそうか。でも言うたらそう、アルさんもありますから、うん、服あるからね。あ、紫の丸ある、ちゃんとこれは支援ってことでしょ。俺のそう支援の押しマークというか、そう押しマークです、ね、あ、そうだね、うん、うん、そうあるってこと。でもこれ一番右のこれいっちゃん分かりやすいな、うん、牛な、まあまあ、うん、ちゃんとここだ、ね、背景が用意されてますよということで、はい、早速、ね、今日の企画の方行ってもいいですか。今日も企画があるんですか。ありますよ、企画なきゃ呼ばないでしょ、こんなん。天馬仕切ってるやん。いやいや、やめな。この意地一番嫌だわ、それ。天馬さん MC なんかちょっとこう言うとあれなんですけど、可愛いんだよな、なんか。いや、まあまあ、僕も2回目だからね、生放送込みで2回目だから、ちょっとあの、まあ、緊張してますよ。しかも今日は結構僕のウェイトが高いんでね、頑張ります。そうなんや。はい、あ、なるほど。こんな企画やっていきましょう。はい、わちゃスタ旅行代理店。よいしょ。ほうほうほう、はい、こちらの企画はですわね、ですわね。ですわね。どういうことですのよ。こちらの企画なんですけれども、最近ね、このご時世ですから、皆さんなかなか旅行行けないですよね。あ、まあ、行けへんね、確かに。遠出はできひんね、あんまね。結構ね、まあこの時期になったりするとやっぱ、まあまだちょっと暑いですけど、まあ川だったりとか山だったりとか、まあ他に旅行行ったりとか ね、 いいね、行きたいね。いや、行ってたんですけどね、なかなか行けないですからね。まあそこでなんですけどもね、今回私、岸戸天馬が旅行のプランナーになりまして、まあお二人にね、おすすめの旅行プログラムを順番にプレゼンテーションしていきたいと思います。なんで、今そんな考えてきてるんですか。そうだよ、いろいろちょっと調査してきました今日。なんでそれは我々の、うん、そのなんだろう、好みをこうリサーチして、いやいやいや、まあ、まあでも幅広く ありとあらゆる層が好きだろうなっていうジャンルをこういろいろ4つくらい用意してきますしてきたんでね、はい、あのそこをちょっと見てもらえればなと思います。わかる、楽しみやな、はい、でまあ、2人はだからお客さんだと思って、僕のプランナーのお客さんだと思って、はいはいはい、好きな旅をね、あの最後に選んでほしいです1個ね。あ、なるほど、あ、なるほどね。
まあ途中クイズとかもあるから、まあ楽しく答えてもらえればなと。我々、ロベさんお客なのにクイズしなきゃいけない。クイズはあるでしょ、番組なんだから。あ、すいません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 。あ、さすが MC をされてる。あるでしょ、よく見たことあるでしょ、そういうの。僕、あるんだから、そういうの。すいません。ただのお客さんじゃダメってことですね、我々。完全のお客目線で言いました。ごめんなさい。はい、頑張ります。じゃあ、手元にね、パンフレットを用意したので、それを見ながら、僕の話を聞いてくれればいいと思います。わかりました。わざわざ。はい、どんなもんがあんのかな、はい、楽しみですね、で天馬さんが選んでくれて、まあ、一応ね、まあ、2人ってあんまり僕旅行に行ってるイメージはないんだけれども、はいはい、なんか思い出の旅行とかってあるんですか？ あ、俺からいいですか？はい、よし。俺一回その北海道に行った時があって、でそこでなんて言ったらいいんだろう、氷上スキーみたいなのしたことあるんですよね。そう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 、なんか電動のなんか怖いですか？いやいや、割れたらだってもうさよならでしょう。考えるだけで恐ろしいな。恐ろしいよ。いやいやいや、いや壊れないからやってんでしょうよ。いやでもそれがめちゃめちゃなんか爽快で気持ちよかった。いやでも楽しそうだね。いいね。いいな。ロベルは？なんか一回その家族で行った時に、なんかね、僕高いとこ苦手なんですけど、はい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 、どうしてもロープウェイ乗らなきゃいけないっていうゲームがあって、あもうねそれがトラウマになっちゃって、もう俺本当にロープウェイを乗りたくないっていう思い出の闇があります。ちょっとあれなんだ、じゃあ高所恐怖症だし、はいはいはい、あとあれだよね、はい、海洋恐怖症でしょ。海洋恐怖症だね。山も海も行けない。全然楽しめねえじゃねえか。じゃあ山も行けないっていう。どこも行けないやろ。でもなんかそういう思い出はありますね。なんかまあね、まあ、じゃあ海外の話は今あんまり出なかったけど、今日はね海外旅行もたくさんあるのでプランとしてね、まあ、それをちょっと国内だけではなく国外も、うん、そうよ、国内外さまざまなところ調査してまいりましたので、まあ、ちょっと聞いていただければなと思います。はい、まず紹介する旅はこちら、フィンランド本場サウナで整い旅です。あんまり、まあ、あんまり聞かないっていうか、あんまり、そうだね、日本でフィンランド、おフィンランドかこれね、みたいな感じではないと思うんだけど、まあ、ね、ちょっとじゃあ早速ねフィンランドの説明だけちょっとさせてください。そうなのか、はい、うん、フィンランドといえばスウェーデン、ノルウェー、ロシアと国境を接する北欧の国です。そうよね。でフィンランドはねサウナ大国なんですよ。あ、はい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 、はい、サウナ大国のこの国で身も心も整えられる旅のプランを考えてきたので、はい、ちょっとパンフレットをね元に説明していってもいいですか？はい、はい、お願いします。フィンランド旅行、まあ、これ朝あ1日でね回れるようなプランをちょっと考えてきました。あらいい。ほー、ヘルシンキで、まあ、朝食、まあ、ここは別にそんなにこだわりはないんだけど、モーニングを食べて、うん、はいはい、散歩にちょっと景色を楽しみながら散歩に行きましょう。いやもうこの景観がまずもういいもんな、ね、え建物がねちょっともう海外っぽい感じがしていいよね。で10時からはこのフィンランドのシンボル的な存在、うん、ヘルシンキ大聖堂でアート観光をします。へー、アート観光、うん、大聖堂、すごい綺麗な聖堂があるんですよ、でっかくね。はいはいはい、そこに、そこはもう外せないと、ヘルシンキに訪れたら外せない観光スポットです。はいはいはい、緑のドームと真っ白な外壁が美しい大聖堂はフィンランドのシンボル的存在です。で次お昼ですね、11時から12時半で、自然をモチーフにした独創的なデザインが人気のアウトレットでショッピングをしましょう。ほんほんほん、アウトレット好きですか？あ、大好きですよ、うん、好きそう。いや大好き、そうだね、確かに好きそう。こういうなんか露店に出てるもんとかめっちゃ見ちゃう。もう左のなんか川みたいなのが何の川なのかめっちゃ気になる。あれ、これ仲間もしかしてこれ支援の？ちょっと仲間がちょっとやばいぞ、大変なことになってる可能性もある。フィンランド行けねえかもしれないな。これフィンランド随一のサウナ専門店、うん、サウナマーケットでサウナグッズを購入しましょう。おお、入るとかではなく購入なんですね、ここは。これサウナとりあえず2人とも好きですか？興味がないわけではないよ、全然サウナ。僕サウナ結構好きだからさ。あ、本当に。男たるものサウナ好きだろうと思ってちょっと考えたんだけど意外となんだ。あ、へえ、偏見が込められてるな、この人が。まあ嫌いではないですね。うん、まあ、汗かくし、サウナ好きが喜ぶね、サウナグッズがたくさんあります。ヒシャクとかサウナ室用の芳香液とか、サウナ室内に座ったり寝転んだりする際のサウナタオル、サウナピローなどサウナに欠かせないアイテムが
たくさんここには集まっています。へー、はい、でその後14時から15時半はかにえみマーケットホールで遅めのランチを食べましょう。あ、まだいか、はい、まだサウナには行かない。サウナは行かない。サウナはね、はいはいはい、もうちょっと待ってくださいね。現地の生活を感じる屋内市場、お肉や野菜、果物などの食材のほか小物や雑貨までも取り扱う店舗が立ち並び、幅広いジャンルが揃うマーケットです。はいはいはい、はい、マーケット内では食事も可能でフィンランド人の日常生活を体験できます。鮭のスープやソーセージがとても美味しいらしいです。いや俺こあのごめんなさい、あの上のアウトレットとここだけで1日過ごします。では今回のね旅のメインに行ってもいいでしょう。出た、サウナの聖地、フィンランド式サウナで整う、うん、整い旅っていうのが、まあまあまあ、なんかそのサウナでめっちゃ熱く、まあ、体をほてらせて、はいはい、で、冷たい水でそれをふーって冷やしてこうリフレッシュさせるみたいな感じのことを整うというらしいです。なんでこのタイトルが整い旅っていうんですけど、フィンランドでは熱々に温めた体を湖に入って、やっぱこれ俺見たことあるわこれ。そんなのあんので湖から上がって休憩すると超ディープリラックス効果が、まあでもねロベラ海洋恐怖症だからちょっと怪しいけど。まあでかすぎなければ全然 ね、まあ、まあね大丈夫だけど。で最後、夜9時から0時は、うん、リゾートホテルでゆっくりオーロラ鑑賞が、あらオーロラいいね。まあオーロラはまあ結構見るのは運なんだけど、うん、オーロラ見れたら最高ですね。え、最高やね。俺死ぬまでに一回見たいの。お前なんか言ってたよな、お前なんかそれな。見たいよね。どこぞのに行きたいみたいなの言ってたらしいな。出ました、ちょっとフィンランドにします。え、ちょっとまあまあまあまだここからたくさんあるから、あ、まだまだたくさんあるからね。ちょっとここでね、あの冒頭で説明したクイズのコーナー行きますか。あー、ここでクイズ、せっかくクイズありますから。はいはいはい。じゃあフィンランドでは子供も喜ぶある乗り物がサウナになっています。一体何のサウナでしょう。え、答え方としては乗り物サウナみたいな感じで。はいはいはい、子供も喜ぶある乗り物。子供も喜びますよ。俺からいいですか。支援から、はい、じゃあ子供も喜ぶバスサウナがあるんです。あのバスってバスに乗りながらね。そう普段はこう小学校とかなんか通学路にまあ使うバスの中をこうサウナにして、なんかこういつもはあーだりーなーこれちょっと行かなきゃいけないっていう気持ちをなくして、はいはい、はい、そのバスの中でサウナを楽しめるみたいな。着く頃にはもう汗だくですよそれ。まあまあまあ一個ね候補として。じゃあ次ロベルは何かありますか。だからなんか子供が喜ぶっていうのが俺はポイントになってると思うんだよね。はいはいはい、そうだね。子供も喜ぶジェットコースターサウナ。ああはいはいはい。まあこれ2つの意見をどっちか近い方を正解にするんだったら、はい、ロベルが近かったな。はい、正解は観覧車サウナです。これなんか、まあ、その入る前に観覧車専用のなんか水着みたいなのに着替えてもらって、で一周するまで絶対出れないから、まあ、そこは耐えてもらうんだけど、耐久ですねこれでね。あっちいなって言いながら観光と景色を楽しんで降りてきてっていう。でもこれ湯気で見えないんじゃないですか。あ、いやその辺は工夫されてんじゃないかな。まあさすがに見えるようになってる、うん、まあ、でも俺乗れへんなこれな。乗れないですね、ロベさんは。最近乗れへんねこれね。確かにね。観覧車は観覧車か、ね、以上、1日で回れるフィンランド旅行のプランでした。まあ、この今リストでね出てますけれども、うん、何かこの中でちょっと良かったなっていうのありますか。いやもうどれが良かったかって言われたら全体的にちゃんとしてんのね今回ね。あんたねちゃんとしてますね。あのね今回ね多分今までで一番ちゃんとしてない。すごいちゃんとしてるよ。ちゃんとしてるでしょ。本当にワチャスタ史上で一番ちゃんとしてるかもしれないこれは、うん、すごいね。これはリスナーの人たちも普通に生きてって思いますよ、うん、行きたいってなって本当に。あ、よかった、生きたいって今頃コメントで溢れていることでしょう、うん、では続いて紹介する旅はこちら、ででんオーストラリア
神秘的なサンゴ礁を見に行く旅。オーストラリア。サンゴ礁。もうタイトルからいいでしょ。タイトルはいいけど、ちょっと俺だけは不安を感じてるんだね。ちょっと待って。あー、なるほどね。もしかしたらやけどね。これちょっと、ロベル。これちょっと、分からへんけど。どこも行けなくないか、ロベルじゃあもう。分からへん。このまま一回、一回ちょっと聞いてくれよ。ね、うん、見ていこう、見ていこう。まあ、オーストラリアといえばですよ。はい。インド洋と太平洋に囲まれた国で、大自然 や、はい、野生動物の宝庫です。まるで、地理を見ているかのような。まるで。手つかずの大自然が広がるオーストラリアは世界最大のサンゴ礁が有名です。ほうほうほう。今回はそのオーストラリアでね、最高の旅を組んできました。はい、はい、ぜひちょっとパンフレットを見ていただいて。はい、これ一個言っとくと、実はオーストラリア一回行ったことあるんですよ。えあら、そうなの。一回行ったことあるんで、まあそれを上回るプレゼンだと。あら、いやそんな、ハードルが上がってますよ。上がったら、まあでも頑張ります。頑張ります。はい、お願いします。いや、まあ基本的に朝9時から僕のあの旅は始まるんで。朝9時から。あ、そうなんや。朝9時から早めの入りでお願いします。はい、はい、了解しました。朝9時オーストラリア旅行、カフェでマリーバコーヒーとスイーツを味わう。あー、いいね。でこのマリーバっていう町では、年間ね300日晴れると言われている、うんうんうん、この温暖な気候がコーヒーの栽培に適しているそう で、うんうん、でオーストラリア産のコーヒーの 70% がここのマリーバで作られています。はい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 。で次、ここは結構ねメインポイントかもしれないね。オーストラリアといえば、10時50分から12時、動物園でコアラと記念撮影。はい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 。数あるケアンズの動物園で市内にあって一番アクセスが簡単なワイルドライフドームというところがあります。はいはいはい。これはコアラやワラビ、ソルトウォーター、クロコダイルなどオーストラリアを代表する動物たちに会うことができます。でコアラの抱っこ写真は併設のギフトショップ内で撮ることができるそうです。あの支援もオーストラリア行ったことあるって言ってたけど、コアラ抱いたことはないでしょう。コアラ、まあ確かに間近で見たことはあるけど、抱っこはしたことないですね。そうなんだよね。抱っこできるんですね。じゃあ抱っこの写真が撮れるのはもう思い出になるでしょ。いいね、いいね。サムネにできるでしょ。サムネにね。サムネに、ね、サムネにしますかね。アイコンにもできるね。はいはい。かわいい。はい、というわけで、まあ、コアラ抱っこのイベントがあります。でもこれ、カンガルーいませんけど。あ、カンガルーが好きですか。あれ、カンガルーはいらっしゃらない、もしかして。あー、ちょっとリサーチ不足だけど、カンガルー、まあ、いるんじゃね。あ、もしかしたらいる。まあまあ、でもここはコアラを抱きに行くっていう感じね。あ、そうね。まあ、コアラメインだ。メインがコアラやもんね。メインはコアラ。うん、なるほど、はいはいはい、なるほど。僕の中ではここが最大のポイント。ああ、14時から16時、はいはいはい、宇宙からも見える世界最大のサンゴ礁、グレートバリアリーフでキューバーダイビング体験。なるほど。これはちょっとね、ロベルはちょっとうんってなってるかもしれないが、まあ聞こう、聞いてほしい。オーストラリア北東部のクイーンズランド沖にあり、宇宙からも見えると言われている世界最大のサンゴ礁地帯です。はいはいはい。まあその中でスキューバダイビングできると、うんうんうん、あと確かサンゴが生息してるところって海めっちゃ綺麗だった。そうなの。そう、汚いとサンゴ死んじゃうからね。そう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 。写真でも見てわかるとめっちゃ水透き通ってるから、うん、行ってみたいなと思ってます。ね、でも、うん、でもな。なに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 。でもな、まだまだちょっとロベさんに行けないんだもんな。いや、まあ、まあ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 、ロベルはまあもしかしたらそこで克服されるかもしれない。綺麗すぎてね。ああ、その海洋恐怖症が克服されるかもしれない。確かにそうだね。まあ、浅瀬とかでね、なんか泳いでたり、うんうんうん。まあでも見る限り綺麗よね、こう見ると景色は。じゃあ次行きましょう。はい、午後17時から17時45分で、ピュランダ鉄道で熱帯雨林を巡る。はいはい。おー。で世界遺産の熱帯雨林を巡るキュランダ鉄道ツアー、はい、ケアンズの大自然が体感できるのはこのツアーです。キュランダ鉄道に乗って熱帯雨林を巡るっていう、はいはい、このツアーが世界遺産体感できます。そして、まあ、支援はここで挽回できるかもしれない。おや、うわ、メイン、ああ、優勝、メインディッシュですね。
すげえうまそう。18時から21時、ケアンズナイトマーケットでショッピング&ディナーを楽しみましょう。はい、まあ、オーストラリアといえばなんですけども、はいはいはい、OG ビーフって聞いたことないですか？まあ、こういうね、まあ、聞いたことはありますね。でも有名なね、とても有名ですけれども、肉厚なステーキが食べられるお店が多くて、日本人をはじめ外国の方も多く訪れています。ミートパイも人気だそうです。俺ちなみにそのオーストラリアで食べたもので一番印象に残ってるのがクモの足なんですよね。なぜかなぜかオーストラリアに行ってクモの足を食べさせられてそれがもうトラウマでえ、じゃあその旅全然忘れられないんです。その旅を超えられるかって、もう超えてるでしょ。じゃあもうすでに、うん、旅の締めに移りましょうか。はいはいはい、はい、最後22時から24時アサートン高原からの天体観測。おー綺麗。天体観測いいよね。天体観測この夕刻時ぐらいはローベさんこれ見に行った方がいいんじゃないですかまああんまりちょっとね、僕夕刻時にやらないことの方が多くなってきてるけど確かにもう名前からしてもね。でも多分これがっつり夜やで支援じゃあここでもねまたクイズ行っていいですか？はいはい、用意されてます。まあ、先ほどね、はいはい、コアラという話出ましたけれども、はい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 、コアラが食べるユーカリには毒があるんですが、はいはいはい、なんでコアラは大丈夫なんでしょうか？あーこれね、これね、あーなるほどね、これちょっとね僕ワンチャン知られてるんじゃないかなって。俺知ってるよこれ。俺知ってる。じゃあ俺も支援から行こうか。俺も確か、うん、あの獣人マフィア情報では、うんうん、これなんでコアラ大丈夫なんでしょうかってことなんですけど、そのユーカリには毒があるけれどもそのユーカリしか食べるものがなかったからそう進化したって聞いてるんですけどねあれ違うんですかね。なるほど、はい、じゃあ次ロベル。なんか体でユーカリの物質を壊すなんかがあるんじゃなかったっけ。それとなんかコアラってさ、なんか赤ちゃんはさ親御さんのさ、まあ、あれを食べたりするじゃない。はい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 、はい、それはなんかお母さんがこの子供にはその機能が備わってないから、ああ、解毒させるためみたいなのを聞いたことがあって、だからもともと器官になんかそういうあるんじゃないですか、ユーカリを分解するものが。素晴らしい、2人とも素晴らしいですね。お、はい、はい、正解はですね、盲腸で発酵させることで毒素を分解し消化吸収をすることができるんですが、確かにシェーンが言っていたそのなんだっけ、先祖があのそれしか食べるものがなかった、それしか食べるものがなかったみたいな話だけど、なんかコアラってその食物連鎖で弱くて、でそのコアラの祖先たちがその木の高いところにね登ってそのアンチとしてね使っていたと。はいはい、でその高いところの木の餌がユーカリしかなかった、それを普通に常に食べていたから耐性がついて、こういう機能が発達した今 に至るとですよね。いうことだから、あ、じゃあ合ってる。どっちも合ってるね。よりシエンが深い。まあまず支援か今回は。まあ正解出るとは思ってなかったんだけど、まさかここで正解出るとはね。はい、ロベさんもね、まあ、こんなね感じの旅でした。一覧こんな感じってなっております。はいはいはい、はい。自然を満喫する感じのね。そうですね、旅だったかなと思いますが、まあ、これはねあの皆さんにもね馴染みのある国かなと思いますが、イタリア。ほう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 、はい、イタリア。旅行先はイタリアです。イタリア。イタリアといえばですけれども、はい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 、地中海の海岸線を持つヨーロッパの国で、西洋の文化や料理に大きな影響を与えています。まるで台本読んでいるかのような。読んでますよね。読んでるかのようなスラスラとした文。ああ、なるほど。ああ、読んでるわけじゃないんだ。読んではない。なんて言ったら、もう我々のね、ホロスターズにいますからね。いますよね。イタリア人が。イタリア人。謎のイタリア人がいますけど。いますからね。ちょっとね、イタリアの子入りが早いんですけれども、8時からちょっと活動していきましょう。あら、ああ、早いな。はいはいはい。朝8時から9時。ローマ帝国のシンボルコロッセオの大きさと歴史を感じる。うん、コロッセオって結構有名だよね。有名よね。まあ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 、うん、コロッセオは永遠の都ローマのシンボルです、うんうん。あまりにも有名なこの円形闘技場は1980年堂々の世界遺産に登録されています。続きまして9時から10時半で世界最小の国でもある
バチカンでの美術館ツアー。はいはいはい。これ有名だよね、バチカンって。まあ有名やね、やっぱね、バチカン市国は。一番小さい国っていうことで、うん。世界最大級の美術館ツアーに参加し、芸術に浸りましょう。50のギャラリーにダ・ヴィンチ、ラファエル、ベリーニなどの巨匠の名作が展示され、ミケランジェロの傑作アダムの創造として知られる16世紀の天井フレスコ画を鑑賞することがおすすめです。おー、続きまして、11時から12時歩いて観光、世界サンタンジェロ城、ローマの休日の舞台、スペイン階段へ。あー、これ見たことあるな。素敵はね、やっぱね。サンタンジェロ城の最大の見どころは眺めのいいテラスです。ほうほうほう。サンピエトロ大聖堂やローマの街並みを高いところから見下ろすことができるテラスからの景色は必見です。そしてローマにあるスペイン階段は、スペイン広場にある大きな階段で、有名な映画ローマの休日のロケ地にもなったドラマチックなロケーションだそうです。まあ、それぐらい有名なところなんで、まあ、ぜひ、うん、あの1回ぐらいはね、拝んでおきたい場所かなと思います。うん、はいはい。そしてお昼ご飯ですね。あ、まあ、これは外せないでしょう。まあ、12時半から10時、イタリアのレストラン街で、ランチをします。わ、本場の手打ちパスタを食べましょう。もうここでずっと過ごします。美味しそうやなこれ。すぐとどまろうとするじゃん。ね、夕方ですね、14時から14時50分、トレビの泉でコイン投げ。まあ、数あるローマの噴水の中でも、はい、トレビの泉は、はい、映画ローマの休日や映画甘い生活などでも象徴的に描かれた、うん、定番中の定番観光スポットです。はいはいはい。後ろ向きにコインを投げ入れればローマ財宝が叶うという言い伝えがあるそうです。かなり有名な、まあ、有名だしね、聞いたこともある人多いだろうから、ここにはねぜひ行きたいなと思いました。はい。15時半から17時、ロマンチックな散歩道、トラステベレを散策しましょう。トラステベレ、トラステベレ、ローマの街の人々の暮らしが見えるフォトジェニックなスポット、トラステベレ地区。トラステベレではテベレ川の向こう側という意味があります。これロベさん的にもこのバーの経営、後のバーの経営を考えて参考にするべきところ、バーロベルイタリア支店を作るためにね、ちょっとまず視察も兼ねていかないといけないかもしれんな、これ。ナポリそれじゃあ儲けよう、儲けよう、これ日本でそれを立ててね。18時から21時、ナボーナ広場近くのレストランでディナーを食べましょう。うわうわうわ。最後ディナーを楽しんで、まあ、いっぱい観光して終わりっていう感じですね。それでは第3問目のクイズの方行きましょうか。じゃあ、ね、あるんだ、はい、あるんだ。これはね、卓があるんで正解しやすいかもしれないね。おお。次のうちイタリアが世界1位なのは何でしょう。 A 自動車の生産台数、 B 美術館の数、 C コンビニの店舗数、 D 世界遺産の登録件数。あ、もうこれはサービス問題ですね。うん、これサービス問題なんですか。これサービス問題よ。じゃあ、まあロベルがなんか自信ありそうだからロベルからいく。あ、いいんですか答え。うん、これ D でしょ絶対。おお、これ絶対 D よ。いや、俺も D で。ああ、 D。 おお、ここで D。 うーん、正解です。いや、そうやな。まあ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 、この流れでね、コンビニの店舗数は僕は1にしませんよ、そりゃ。そんなことないよね。全体的にこう想像力をかきたたえられさせる。そうだね、旅になりますね。うん、そして次はね、いよいよ最後です。お、最後、最後は国内。ラスト国内、ね、全部海外3つやってきたんで、最後国内で長野旅行。我らが日本の長野で天満の鉄板コースを満喫しよう旅です。いいですね。まず長野といえばなんですけれども、長野といえば温泉やスキー場がある日本アルプスが広がっており、うん、この一帯にある野沢温泉、白馬、広大な志賀高原は1998年の冬のオリンピックの会場となった場所でも有名です。じゃあ早速朝9時から集合していただいてよろしいですか、今回はね。あ、また早く分かりました。早めの入りなんですけれども。そうですね。あ、じゃあ頑張っておきます。朝9時、国宝松本城を観光しましょう。おお、まあ松本城って聞いたことはあると思うんだけど、はいはいはい、松本城堂々の国宝に指定され、
ミシュラン観光版でも三つ星で掲載された実績を持つごく美しいお城です、うんうんうん、このお城はね、水面に水面に反転する逆さ松本城、はいはい、美しいと評判だそうです。確かにこの写真だけでもめちゃめちゃいいですね。やっぱこの城とかはね、あの他の海外じゃ味わえないような、もう日本独特のね建物だから、まあ、ぜひ橋が長い感じもいいですね。そうだね、午後ですね、大自然に囲まれる絶景スポット上高地、出た、北アルプスのほぼ中央、標高 1500m に位置する山岳リゾート地です。風景の財産と称される手つかずの自然に囲まれ、絶景を見ながら本格的な登山はもちろん気軽なハイキングが楽しめるコースもあります、はい、でこの道を進む途中では野生の猿に会えることもあります、はい、ちなみに野生の猿に会ったことがあります僕。上高地で、あのね、野生の猿っていうか、はい、なんかね、はい、猿が見れるスポットになってますみたいな、まあ、いる時といない時は結構まばらで、僕も ね、何回か行ってるんだけど1回しか見れたことはないんだけど、でもなんか温泉とかも湧いてて、うん、そのちょっと触ったら水あったかいみたいな、湯気とかもたくさん出てるような場所です、うん、有名よな上高地、そこでね自然を楽しんでもらえればなと。では続いて15時から16時、聖山のふもとになだらかに広がる高原、はい、聖高原に行きましょう。ほう、で聖高原では、カラマツや白樺林が広がる風景の中、ハイキングやスカイライダー、テニス、冬にはスキーと様々なスポーツが楽しめます。聖湖ではボート遊びやヘラ船釣りを楽しむことができます、うんうんうん、そしてリフトで風を感じながら、三峰山頂上まで登れば、展望台から360度見渡せる美しいパノラマに息を呑むことでしょう。へえ、これね、あのスカイライダーがあるんだけど、はい、中でもね、はいはい、僕は気になりました。スカイライダー、これな結構長いスカイライダーがあって、ほうほうほう、僕のね岸学校時代の友達はもうスカイライダー長い、でなんかしかもなんかね乗り物に乗れるんだよ。なんか、なんだ、ソリみたいな、はい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 、のに乗って、うん、スカイライダー滑れるんだけど、うん、スマホ落としちゃって、その一人の子がね、その後ろにもう一人来てて、そのスマホを引いてぶっ壊したって思い出あります。悲しい。いやいやそして17時から19時、うん、歴史と栗の町オブセ、うん、でこれね結構多分ね。カップルとかで行ってもいいかなと思うんですが、はい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 、小布施町は長野県の北東に位置する人口約1万人の町です、うんうんうん、町中には今もなお当時の面影を残す歴史的遺産が数多く残っています、うん、でこれね、なんで今ここでこの頭でカップルでもいいって言ったのかっていうと、はいはい、なんかねおしゃれな喫茶店みたいなのが、はいはい、結構あって、でその栗、なんかモンブランとか、なんかその栗をメインとしたお菓子、食べ物が結構有名なんだよね。そして最後、まあ、この旅っていうか、まあ日本の旅だったら大体メインになるかな、20時から24時上平島温泉のビングシ湯山館に行きます。これはビングシ湯山館っていうのは温泉です。温泉、はい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 、でビングシ湯山館はビングシの里公園山頂にある豊富な湯量の日帰り温泉です。おうおうおう、そして、まあ、中でもこのね露天風呂っていうのがすごくね有名、まあ、僕のメインだと思っていて、坂木町っていうのが一望できる絶景のねパノラマが広がっております。はい、あのね、山頂って書いてあるけど、ビングシの里公園山頂って本当に高いところにあって、はいはいはい、露天の温泉からこう眺めでね街並みを見れるんですよ。素敵。で寝風呂があって、その寝風呂で寝ながら街を見るっていう、ああ素敵やね、星を見たり街を見たりできるから、ぜひ、まあ、ね、うんうんうん、日帰りできなくなっちゃう。長野に行った際にはね行ってみてください、はい、というわけで最後ね、まあ、こんな感じの旅行だったんですけれども、うんうんうん、もちろんありますよ、クイズあるのか。長野では、はい、一家団らんや来客の際には、はい、お茶受けとしてホニャララが出されることが多いです、まあ、このホニャララに当てはまるものは何でしょうか。いける？
俺いけると思うよ。あれでもあれ3文字だよね。3文字まあそうだね。読みでは4文字いっちゃうか。あ、じゃあ分かったかも。あ、分かったかも。これ合ってそうですか。ロベルから言っていいですか。じゃあ漬物じゃない。あー漬物ね。漬物じゃない。ふんふんふん。どうこれ。じゃあ次支援いきますか。まああれですかね、なんか塩昆布とか。塩昆 布, 塩昆布まあお菓子だけじゃなくて4文字じゃなくね。塩昆 塩昆布急に来たんだ。で塩昆布塩だけ漢字にしたら4文字になりますよ。じゃあまあ正解いきましょうか。はい、正解はですね、野沢菜。野沢菜ですが、野沢菜の漬物とかもあるんで、はいはい、あーはいはいはい、漬物としての野沢菜が出てくるっていうのは全然あると思うから、まあロベルほぼ正解ですね。なるほど。これは野沢菜なんか漬物ってわけ。漬け野沢菜っていうのあるから。野沢菜、野沢菜漬けかあるから全然正解してもいいでしょう。やったというわけで、4つの旅のね紹介すべて終わりましたけれども、うんこれまで4つ提示してきて、うん、皆さんはいや、お客さんはね、まあ、天馬プランナー天馬のね、はいはい、旅、はいはい、まあ、どれが一番行きたくなりましたかね。まあ、これ2人ともに答えてほしいんだけど、うん、どれもね、全部魅力的だった、うん、いや、それは嬉しいわ。それは良かった。まあでもこれかなっていうのは決めましたよ、うん、僕は。俺も決めましたね、うん、じゃあまあ支援からかな、うん、はい、お願いしていいですか。じゃあプランナー天馬さんのプレゼンで行きたくなったのはオーストラリアです。おお、2回目のオーストラリア、ま、いやそう、1回目がちょっとやっぱあの雲の足だったんで、ちゃんと楽しい記憶に上書きしたいですね。じゃあ次、ということで俺はオーストラリアです、はい、ロベル。俺はね、こんな方イタリアかな。イタリア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 か。意外。イタリアかな。そうですか。僕ね、世界遺産大好きなんですよ。あ、そうなのね。僕ね、世界遺産検定っていうの持ってるんですよ。え、本当？本当に僕世界遺産検定っていうものを持っていまして。ほう、そうなんですよ。だから世界遺産もともと見るのすごく好きだったんでね。あ、だから即答だったんだね。そうなんですよ。確かに。そうなんですよ。なのでちょっとやっぱイタリア行ってみたいなって思いますね。いや、それはちょっと、聞いておきたかったわ、それは。やっぱえ、フィンランドはダメ？何フィンランドにすることもできるよ今から。観覧車サウナっていうのもあったんで、ちょっとやっぱりイタリアかな。あ、やっぱ、まあ、高いとこ怖いからね。うん、やっぱイタリア料理も好きなんで、ね、そうですか。フィンランドもね、魅力的なとこでありますけど、はいはいはい、はい、イタリアかなって感じですね。いやー、がっかりですよ、ロベルさんには。なんで俺がっかりされなんか。俺もオーストラリア選んでんだ。オーストラリアは素晴らしい。ああ、オーストラリアはなんでそんななんか焦ってはんの。というのもですよ、というのもですね。ないわ、はい。さあ、皆さん、お二人がね、お客様がここに来店する前にですよ、うん、僕は、僕のプレゼンテーションを聞いた上で、二、うん、人がどれを選ぶかをあらかじめ予想してました。えそして、その予想が当たればですよ、運営から商品をもらえるってことになってたんですよ。何その VTR 見ていきます。じゃあ VTR あれは VTR あります。なんで俺らで遊んでんねんお前。遊ぶなよ公式番組。まあ、なんでね、ちょっとその VTR ぜひちょっと見ましょうか。じゃあ 見させてください。はい、お願いします。はい、僕が思うロベルが選ぶであろう旅行は、一番最初に紹介したフィンランドの本場サウナで整い旅だと思います。まあ、ロベルは楽しいものが好きだと思うから、観覧車型のサウナ、ああいうのはそもそもサウナ好きそうだし、面白いなーっつって、おもろいなーっつってバカにしてるの選んでるんじゃないかなと思うんですよね。だからロベルはサウナで整い旅、フィンランドだと思います。で、支援は2つ目に紹介したオーストラリア、神秘的な山岳を見に旅を選ぶんじゃないかなと思います。支援はやっぱそうだな。支援って結構ね、割とね、ロマンチスト系なのかなって思うんですよ。まあ、それはボイスドラマとかも参考にしつつなんですけど、まあね、で、このオーストラリア旅って、まあ、なんか綺麗なサンゴ礁を見たりとか、なんかコアラ、女の子が好きそうなコアラとかを、まあ、なんか女の子とか、あと、まあ、シエンは動物なんでね、ジャッカルなんで、お肉好きかなということで、オージービーフも食べたいでしょう。
支援のオーストラリアはかなり硬いかなと思います。いやー、これは合ってたんだけどね。まあこれは合ってましたね。まさかロベルが世界遺産検定持ってるとは思わないからさ。これは俺も初で、まあ、もうちゃんと持ってますね、世界遺産検定。というわけでね、まあちょっと僕の予想は外れてしまいましたけれども、え、これ当たってたらなんか何もらえた？100万円です。100万円だった。当たってたら100万円だった。俺らで100万だったんだよ。俺らで100万取り上げてくれたら俺も今度やりたい、それ。俺もやりたい。当たったら100万ならやりたい。100万だったのに。あ、ごめんなさいね、それは。まあでもそんだけ、まあ確かに100万もらえるんだったらこんだけちゃんと入念にやるわな。プレゼンするわな。すごい力込めてたもんな、プレゼン。というわけで、まあ100万ね、解決することできませんでしたからね。すいません。まあ残念ですが、はい、まあでも、いつかまたね、あの、いつかまたっていうか、いつかみんなと旅行行けたらいいですね。あ、行きたいっすね。まあ実際にだからこのプレゼンしてもらったこのね、あのプランで行ってもいいんじゃない？あ、うん、そうだね。まあこの世界がね、まあいろいろ情勢がね落ち着いたらね、ホロスタメンバーで旅行行けたらいいなって思いました、思いますね。というわけで本日はここまでです。はい、皆さんどうでしたか今日？そうですね、まあ、メンバーを出しに100万円を当てに来てるなんて思ってもいなかったんで、まあ道理でちょっといつもより力が入ってるなと思いましたよ。地の天間にやっぱ裏がありましたね。いやでもね、紹介してくれた旅行はなんか全部プランはでもすごかったから、なんか本当に行きたくなるような感じ。フィンランドも元に行きたくなりましたよ。でもやっぱサウナね。というわけで、視聴者の皆さんはこんな企画をしてほしいよ、こんなのが見たいよっていうのがあればぜひコメント欄に書き込んでいってください。それでは次回のわちゃわちゃホロスターズも楽しみに。せーの、おつんつんさーず。バイ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 。